2008年4月23日に黒川堤防沿いにある桜の天狗巣病の駆除を行いました。今年は例年より宇都宮区長会、そして阿蘇市観光協会やトマットベリーの町の方々がさらなる阿蘇の環境美化のために力を合わせました。慣れた手つきで駆除をしていく姿が阿蘇を大切に思う気持ちを物語っています。天狗巣病とは病原菌のタフリナ菌の胞子で感染する伝染病のことです。一見歯が生い茂ったように見えるこの枝こそが天狗巣病に感染しています。対策としては感染したその枝を基部から切るしかありません。春を彩る桜を守り、来年も阿蘇に美しい花が咲いてほしいです。